イラン航空655便撃墜事件は、1988年7月3日に、ホルムズ海峡に停泊していたアメリカ海軍のミサイル巡洋艦、ヴィンセンスが、バンダレア・アッバース発ドバイ機のイラン航空のエアバス A300 バイト2を撃墜した事件である。子供66人を含む6カ国合わせて290人の乗員乗客全員が死亡した。ヴィンセンスは、 攻撃してきたイラン小型砲艦を追ってイラン領海内4キロメートルにいた。事件後、アメリカ側は遺族に賠償金を支払った。犠牲者数は航空事故史上8番目に多く、ペルシア湾におけるものとしては最多である。イラン航空では犠牲者の記念としてテヘランドバイ艦に655便の名を使い続けている。事件を引き起こしたミサイル寿命艦、ヴィンセンス。 イラン空軍の P-3F ホルムズ海峡655便の進路とおおよその撃墜置。当時続いていたイランイラク戦争ではホルムズ海峡を航行する交戦国以外の民間タンカーも攻撃の対象となったためアメリカ海軍はその警護も兼ねてホルムズ海峡近郊で海軍の軍事演習を実施していた。 それに対して、隣接する海域に位置するイランは、挑発的な監視行動をとり、イラン空軍の F-14 が、連日発進した。その上、事件に先立つ1987年には、アメリカ海軍のミサイルフリゲートのスタークが、イラク空軍機に誤射されて、乗員37名が死亡する事件も起きており、両国の間には、緊張状態が続いていた。事件当時ビンセンスは、 中東機動部隊司令官である、列将の命令により、サイズ及びエルマー・モンゴメリーの2隻のフリゲートを、戦術統制し、水上戦闘軍の指揮官として行動していた。当日早朝から、北東50マイルを航行するパキスタン商船が、イラン海軍の戦闘艇13隻の追尾、威嚇を受けていたことから救援のために、モンゴメリーを派遣した。以後、時系列順に列挙する。 イラン当局が国際司法裁判所へ提出した資料によると655便に搭乗していたのは乗客274名、乗員16名である。搭乗者の国籍はイラン人254名、アラブ市長国連邦人13名、インド人10名、パキスタン人6名、ユーゴスラビア人6名、そしてイタリア人が1名であった。ありがとうございます。